今年40歳になるキース・ジャレットは1975年に録音されたケルンコンサートで世界中に名を売ったピアニストです。とりわけ日本では76年の札幌、東京、名古屋、京都、大阪でのソロツアーはキースファンをしびれさせました。そして78年、81年の日本武道館を満員にしたコンサート、またソロ即興コンサートの最後になった昨年の来日、さらに今年はクラシックのソロピアニストとしての日本公演というわけで、会場の東京五反田簡易保健ホールはいつもと違った雰囲気に包まれました。まずキース・ジャレットのピアノからで、モーツァルト作曲ピアノ協奏曲イ長調ケッヘル488、田中義和式新日本フィルハーモニー交響楽団との共演です。
Thank you.
モーツァルト作曲ピアノ協奏曲イ長調ケッヘル488、ピアノはキース・ジャレットでした。